接着剤でリュックと顔の窓を本体にくっつけます。これで中身は完成。周りに紙粘土をつけて形を整えます。セリアで買ったエンジェルクレイ、乾いて固まった後も柔らかいままの紙粘土です。ビニール袋を使って薄く伸ばしていきます。まずは周り全体を包むように紙粘土をつけていきます。このチャンネルは俺陽太郎が工作やゲームなどいろいろなことにチャレンジしていきます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。一通り隙間なく包めたら表面を整えます。水をつけた指で濡れたりヘラを使って表面を平らにしていきます。これで完成。乾くのを待ちます。余ったエンジェルクレイでヘッドや帽子を作ろう。乾いたから色を塗っていくぞ。イエーイ。アクリル絵の具で色を塗っていこう。アクリル絵の具は乾くと水に濡れても平気になる。ガンガン塗っていこう。顔の窓の周りの黒い縁は最後にマジックで描きます。できたー。お母さん黄色、これは赤色。小物も塗っていきます。周りの黒い縁をマジックで描いていきます。最後の仕上げに表面にダイソーで買ったデコパージュ仕上げ液を塗ります。乾くまで待とう。柔らかい。ハハ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 ハインポスター、クルーを抹殺するのが役目。
と言ってる間に黄色が来たぞ。よし、キルしてしまおう。ザシッ、うわぁ、レッド移動。それで今回はここまで。